フランスの宇宙計画ではフランスにおける宇宙開発について述べる。フランスでは民間用と軍用の活動の両方について宇宙開発を進めている。大きな契機となったのは大統領シャルルド・ゴールが独自の各投射戦力としてミサイルを欲したことであり、これによりフランスのロケット開発が加速され、 1965年のディアマンロケットによる衛星打ち上げで世界で3番目に人工衛星の打ち上げ能力を保有する国家となった。その後、米ソ宇宙開発競争の中欧州協同の開発計画が持ち上がり欧州ロケット開発機構、欧州宇宙研究機構に早々期から参加した。現在も欧州の宇宙開発の中心的役割を担っており、 欧州宇宙機関への最大の資金拠出国となっている。60年代のフランスロケット。1927年から1933年にかけて砲兵将校であったジャン・ジャック・バールは、フランスの宇宙開発の先駆者であるロベール・エスノー・イコール・ペルトと共に、個人的にロケットの研究を行っていた。 1935年には陸軍省との契約下で研究を行い、第二次世界大戦前には1 6ラムの対空無誘導ロケット弾の開発に向いていた。フランス敗北後も自由地域で EA1941 と呼ばれる研究を続けた。このロケットは重量1 0 0ラム 長さ3.13メートル、直径26センチメートルで100キロメートル先に25キログラムの重量のものを運ぶことができた。これは窒素で加圧された液体酸素と石油エーテルを燃焼させることで水力を得るものだった。戦争によって中断があったものの、1945年から1946年にはロケットの試験が撮影され7回中3回が、 成功している。第二次世界大戦終結後、ドイツを占領した各国は、ドイツの新兵器であった V2 ミサイルの情報を回収し始め、V2 ミサイルの技術は、戦後のアメリカのレッドストーン、ソ連の R-1 製造など、世界のロケット開発競争につながることとなった。フランス軍備研究局もまた、ドイツからの資料を得て、イギリスが追求を諦めた。 ベーネ・ミュンデ系のドイツ人技術者をベルノンに招聘し、弾道技術、航空力学研究所を設立、陸軍の将来ミサイルの開発を行わせることとした。ジャン・ジャック・バール・モローバに参加したほか、ドイツ人研究者には、アリアンのバイキングエンジンを生み出したハインツ・ブリュンゲルや、直軸受けを開発したヘルムート・ハーベルマンも、含まれていた。 欧州での第二次世界大戦終結後のわずか1週間後の1945年6月12日に戦時中のドイツで開発されたロケット技術を入手するための CPA が設立された。1946年の5月から9月にかけて、フランスはこの目的のために30人のドイツ人技術者たちを雇用してベルノンにローバの施設を設立した。 1946年8月にこのグループはすでに後にアリアンドケットへと発展する液体推進系の開発に着手していた。2段階の計画が策定された。まずはフランス国内で V2 ロケットを量産と試験施設が必要だった。そこでは V2 ロケットの発展型である A8 の開発と量産が予定された。1946年11月に アルジェリアのコロム・ベシャール近郊の施設が V2 の飛行試験のために選定された。試験は順調に進むかに見えたが、1947年初頭にアメリカとソビエトがフランスが必要とした30機の V2 の取得を阻み、そのためアルジェリアで飛行試験を開始することができなくなった。ローバのドイツ人技術者たちは4211計画の一環で、 フランスが A8 の飛行試験を実施できるように開発を支援した。並行してジャンジャック・バールのチームは4212計画の一環として純粋なフランス製ロケットである EA1941 の開発を進めた。A8 をもとに計画されたシュペル V-2 ロケットは外見こそ V-2 ロケットに似ていたものの水力は四十トンに強化され戦略兵器として 有効な推進剤は、ケロシンと常温でも、貯蔵可能な硝酸を酸化剤として使用するものになった。開発は主に理論面と硝酸の取り扱いと水力40トンのエンジンのガス発生機の地上試験が実施されたが、予算を並行するに計画に投じることはできないという政府の判断により、試作機を製造するための予算は拠出されず、 1948年にシュペル V に計画は中止され、4トンの水力のエンジンを備えた1、重縮尺の縮小版のベロニク4213計画になった。ローバの任務は V にの改良であった。1946年から1949年にかけてドイツのフランスの占領地でドイツ人技術者たちに開発を進めさせた。 A8 の計画をもとにした、シュペル V-2 と呼ばれた改良型 V-2 では、製造が簡素化され、タンク構造とより、剛性の強い特殊鋼の採用で、エンジン水力を40トンに向上させ、射程を 700km に向上させる計画であった。しかし、軍は、老バに、ソ連爆撃機の脅威に対抗するべく、パルカ長距離対空ミサイルの開発を要請し、 デファは1949年に計画の棚上げを決定した。対空ミサイル計画は試作機が要求を満たせない状態が続き、1958年にアメリカのホークミサイルのライセンス生産が決定で計画は停止されたものの、行われた追跡装置やアクチュエーターの研究はホークに対する老婆の関与を深めることができた。1946年、 R は 1000km の距離に 300kg の重量の弾頭を投射できる弾道ミサイルの試作機の開発を始めた。エールと名付けられたロケットは EA1941 の経験を生かした全長 11m、直径 80cm、重量は4.3トンのロケットであった。1950年から52年にかけて大乗試験が行われたが試験機が爆発し、 石油はエチルアルコールに置き換えられるなど変更が加えられた。バーールはその後ロケットを21メートルの斜面から打ち出さなければ離陸時の安定に十分な速度に達することができないと気づいた。解決策が模索され実際の打ち上げ試験も行われたが問題の解決を見ないまま計画は1952年12月に停止し、 液体燃料ロケットの開発も中断した。一方、バールのチームと並行して開発を進めていたドイツ人の技術者のチームは1949年により、技術的な任意度の低い水力4トンの液体燃料エンジンを搭載し、高度1 0 0トルの弾道飛行中に6グラムの化学装置を運ぶことを目標としたベロニクロケットを開発した。 誘導システムを持たず、推進剤加圧システムにターボポンプがないなど、簡素化が行われたものの、当初は不安定燃焼の問題に突き当たった。しかし、1954年に解決を果たし、アルジェリア南部のアマニールから試験機の打ち上げが行われた。以後、こちらがフランスのロケット開発の主流になる。その後、国際地球観測年の一環として、 上層大気の研究が行われることとなり、より強力なベロニク AVI が作られた。これは 200km の高度に装置類を投入することを目的とした。予算上の理由から初打ち上げは1959年3月7日に行われた。これは失敗だったものの3日後に行われた2号機は 137km の高度に達し、上層大気で風を測定する。 科学的実験を行うことができた。同型機は1959年から1969年までの間に48機打ち上げられ、81.5%の成功を記録した。続いて、ベローニクアギが開発され、生き物への加速度や振動の影響を研究するために利用された。ベローニクアギは高度 365km に到達している。 1950年代中盤になると、より強力なロケットの開発が始まり、長さ10メートル程度、質量5トン、硝酸、テレビン油を推進剤として16トンの水力を持つベスタの開発が始まった。ベローニクで発生した諸問題も解決され、400キロメートルの高度に500キログラムのペイロードを輸送できる計画であった。これは1962年に、 フランス国立宇宙研究センターに移されたが、新プログラムの開発を優先させるために、1965年から1969年に、かけて5発のみが打ち上げられた。1950年代後半、ドイツの経済発展によって、ローバに所属していた、ドイツ人技術者の大半が帰国してしまった。シャルル・ド・ゴールが1958年に、 フランス大統領となり、米ソと異なる第三極を目指す中、フランスは核戦力の重大性と独自の核投射戦力を保有する重要性を認識し、弾道ミサイルの開発を決定した。1959年、事務関係の進まない関連省庁に対して国防総省が民間企業に資金を拠出し首相が監督する後者として、 弾道ミサイル研究開発協会が設立され、ロケットミサイルの開発を行う元受け組織となった。これによって、これまでロケット開発を行ってきた老バは、実質的に下受けの役割となった。1959年、フランスの将来ミサイルの開発方針は、決定していなかった。アメリカは、ジュピターやポラリスなど液体、固体の両面で、弾道ミサイルを運用。 あるいは予定しており、特にポーラリスは1960年7月20日に潜水艦からの発射にも成功していた。個体ロケットは長期保存が可能で即応的な運用が可能であるため、軍事用として利点を持っていた。1960年3月、将来ミサイル開発の会議中にローバの理事長は、これまでに観測ロケット由来で発展しており、技術が蓄積されている。 液体ロケットの推進を呼びかけた。ローバーは、すでに水力20トン、搭載可能な誘導制御系を持つロケットを開発しており、一方固体燃料部門で技術者の経験は不足していた。しかし、開発方針の決定がないままスリブは、固体燃料系のロケットの設計試験施設のために、多額の資金をボルドー近郊のサンメダ・アンジャルに投入した。 ディアマンドケットの模型ベイロの激しい宇宙開発競争の中、ド・ゴールはフランスが宇宙開発分野で活躍する役割を研究すべく、1959年1月7日に宇宙開発研究委員会を設立した。委員会は科学者、技術者、各省庁の代表者などが参加し、物理学者のピエール・オージェが委員長を務めた。 委員会の最初の決定事項は1959年に地球観測年の一環として3機のベロニク・アギでの実験に関するものだった。軍事分野で進行中のロケット開発と衛星、打ち上げロケット開発の両者の潜在的、相乗効果は知られていたが、フランス政府は両者を統一して開発する方針を取らなかった。1960年に軍事分野で ディアマンドケットの予備的研究が水面下で実施された。秘密とされたこの計画を知らない OJ は1960年10月に軍事プログラムに基づいて開発されたエムロードに関心を示した。また、1960年10月には並行して英仏主導によりヨーロッパの製造も検討されていた。1961年8月2日、スリブの研究を知った。 ドゴールはロケットを開発の機械を低価格で有効利用することを主張し、ディアマンロケットに光を当てた。また、CRS の機能を組み込んだ宇宙機関、フランス国立宇宙研究センターの設立計画を発表し、1962年5月7日に創設された。ディアマンロケットは戦略ミサイルとして開発されたものの発展型であり、 ローバが開発した水力28トンの赤炎症酸とテレビン油の液体燃料からなる第1弾と固体燃料の第2弾から構成され50から8 0キログラムの衛星を軌道に投入するために第3弾も開発された。スリブはディアマン開発を可能にするために1961年に基本的弾道学研究を開始し宝石計画と名付けられた。 地対地弾道ミサイルとなる S には1.5メガトンの原子爆弾を 3500km 先に投射する必要性があった。産業開発はノールアビアシオンとシュドアビアシオンに委託された。1961年から65年にかけて長距離弾道ミサイルや衛星発射ロケットの実現に必要な知識体系が念入りに取得されていった。多くのロケットは それぞれが一つまたは複数の別個の装置の開発を担当するように設計された。アゲートは遠隔計測計と地上設備の開発に役立ち、トパーズは2種開発され、誘導と機体制御、ミサイル再突入隊の試験に利用された。エムロードでは操作可能なノズルと制御装置、初段の動作が検証され、 サフィールでは1段と2段の統合や1段の制御能力が、ルビでは3段目の能力となる上段の投入制御能力と安定化、ペイロードフェアリングなどの能力が実験された。ディアマンの KFCNES は、米国の宇宙機関、NASA の科学技術マネージャージャック・ブラモンとの接触を通じて、FR-1 衛星の米星ロケットによる打ち上げを交渉した。 協定によって CNES は NASA の衛星設計の指導を受けるために10人以上の技術者を派遣した。一方で、軍民療養の分野で打ち上げロケットの技術の提供は拒否された。同時に産業界に呼びかけて試験機の FR-1 とは異なる D-1K と呼ばれるの3機の衛星の製造を開始した。CNES の活動は衛星部門。 地上設備、観測ロケットの作成などであった。1965年11月26日、アマギール車上からディアマンドケット A1 によってフランス初の衛星アステリックスの打ち上げに成功した。衛星はフェアリング分離時の損傷によって沈黙したままであったが、追跡レーダーは衛星が軌道上に投入されたことを確認した。これによって、 世界で3番目に人工衛星の打ち上げ能力を持つ国となった。その後、12月6日に FR-1 がスカウトロケットで打ち上げられ、衛星の運用も始まった。その後1966年にディアパソン、67年にディアデムの2機の D-1、軽衛星が打ち上げられている。ディアマン計画で得られた宇宙開発知識は、 その後も、欧州の宇宙開発を支える技術的基礎となった。また、フランス宇宙産業界の発展をもたらし、スネクマ、マトラ、スフィーナや、セイジェムなどの企業や、オネラ、シーネット、CNRS などの団体が打ち上げ機や衛星の設計研究に関わって技術を得た。米ソの宇宙開発競争が続く九百六十年、欧州の科学界は、 欧州原子核研究機構のように宇宙開発分野でも欧州の存在感を示すことのできる欧州独自の宇宙計画を策定することを呼びかけた。英国はアメリカのライセンスを利用したブルーストリークミサイルの開発を停止しており、その後この開発残余を利用してブラックナイトロケットを2段目にした衛星、打ち上げロケットを使い、 再突入の実験なども行う計画を立てた。英国は5600万ポンドかかるとされた費用を緩和することを考え、欧州各国に共同開発を呼びかけ、1961年1月、ドモールは古文団の助言に従って、開発要請に同意し、ブルース・トリークを初段にした3段ロケット、ヨーロッパを開発することが決まった。1962年、英国、ベルギー、 フランス、西ドイツ、イタリア、オランダの6カ国は欧州ロケット開発機構の設立に合意した。同組織は各国分担でロケットの開発を進めることに決め、1段目はイギリスのブルース・トリーク、2段目はフランスが開発し、3段目はドイツが開発、ベルギー、オランダ、イタリアは人工衛星、ペイロード・フェアリング、誘導装置、 通信施設を開発するというものであり、1 0 0 0ラムの積みニを低軌道に投入することを目標にした。同時に、スウェーデン、デンマーク、スイス、スペインも参加した10カ国の科学会は、科学的人工衛星の実現に向けて、欧州宇宙研究機構を設立することにした。ヨーロッパロケット一方で1962年にはエビアン協定に基づいて、アルジェリアが独立し、 フランスは1967年7月にアマギール車上を放棄することが決定し、CNES は代替車上を見つける必要が生じ、国内だけではなく、ブラジルやオーストラリアなども含む14の地点を調査した。赤道に近いことが良い発車場の条件であり、この点はどの場所も共通していた。赤道であれば地球の回転による効果で、 ケネディ宇宙センターと比較して15%以上、打ち上げ能力が高いとされた。CNES は報告で赤道に近く、人口密度が低く打ち上げ事故のリスクが低く、大西洋に広いマグジを持つギアナを提唱した。海へのアクセスから最適な条件で極軌道に衛星を投入でき、またサイクロンや地震の頻度も少なかった。さらにギアナは、 政治的安定性が高いフランスの植民地であることも重視された。フランス首相ポンピドゥはこの提言に従い、1964年4月14日にクールにギアナ宇宙センターを建設する省令を通達した。フランスは1961年のヨーロッパロケット開発計画でコラリーと呼ばれる第2弾を製造する必要があった。しかし、軍出身で 当時の長官のロバート・オービニエルは、ディアマンドケットを軍が引き継ぐことを望んでいた。1967年6月、交渉の末 CNES は実現のための政府の許可を得て、ローバに液体燃料のロケットの開発を委託し、ノール・アビアシオンと、ュド・アビアシオンが三段式ロケットの開発、マトラが総近くの開発を行うこととなった。経済的理由から、 ロケット燃料は N2O4 とオーブに改め、1段目をより長くし、3段目の能力を向上させたディアマン B が開発され、500km の高度に 115kg の積み荷を投入できるようになった。1970年にクール基地から行われた初号機の打ち上げは制御不良による保護振動で若干の不具合が生じたもののダイヤルの打ち上げに成功。 その後の2号機と3号機の打ち上げでピープル、トーネソルを打ち上げたものの、4号機、5号機の打ち上げは失敗に終わった。ヨーロッパロケットと重複する計画の妥当性に疑問も上がり、計画は困難な状況に遭遇したものの、より強化された改良型の開発が決定され、2段目に弾道ミサイルを利用したディアマン BP-4 が開発された。 これは 200km の軌道に 221kg までの貨物を輸送することを可能にした。1975年に打ち上げられたスターレット、カストール、ポルックス、オーラの3機の衛星はいずれも投入に成功した。これは純粋な民用ロケットの最初の打ち上げとなった。一方、ヨーロッパロケットは1964年6月にオーストラリアのウーメラ試験場で行われ、 成功したものの、この時はまだ、ドイツやフランスが計画しているに、3段は、研究段階にあり搭載されていなかった。しかし、ヨーロッパ計画の策定以来状況は変化しており、参加国も、より強力なロケットを必要とする通信衛星、打ち上げ市場には、ヨーロッパロケットの能力が適合しないことを知っていた。1965年1月にはフランスが、 正式軌道に衛星を打ち上げるために、液体ロケットの第2弾を持つように、仕様変更するように、エルドの参加国に働きかけ始めるが、このような新技術の開発は大きな賭けであり、打ち上げ予定が1970年とより遅れることを意味した。議論は、正式軌道への到達を可能にする第4弾の開発を行うことで妥協したが、 英国は予算超過とフランスの横槍に苛立ちを隠せず、ウーメラ支社場でクール基地の代替を行うことをやめると脅し、1966年6月には37.89%の参加負担を27%に削減することを発表した。フランス製造のコラリーの初試験やその後のヨーロッパロケットの開発は信頼と自身の情勢に寄与しなかった。 コラリーが初搭載されたヨーロッパロケット界六から一はコラリーが点火せず失敗し再挑戦となった界六からにもコラリーが原因で失敗した。これらの問題を解決したヨーロッパロケット界七界八も三段目の不具合で打ち上げに失敗した。アリアン一九百七十一年十一月にヨーロッパにロケットも打ち上げに失敗しヨーロッパ3は中止になったが フランスはディアマンの成功を新型となる L3S につなげるべく新型ロケットの開発を提案した。欧州諸国の同意を得るのは苦労した。英国は自らの海洋衛星マレクス、ドイツはスペースラブの予算調達を優先させ、米国のロケットを利用することで欧州統合ロケットの開発意思からは離れていた。しかし、米国に ロケット打ち上げを依存することと引き換えに制限を課されることがあり、費用の高さに加え、特に不都独共同開発のシンフォニーでは打ち上げと引き換えに商用利用が制限されるなど大きな情報を必要とし、このような状況から脱却すべく、フランスの提唱していた衛星打ち上げの自立化に向かうこととなった。1973年7月31日、ブルッセルで、 欧州諸国は主要参加国が推奨する計画の資金調達で合意に達し、アリアン計画が開始された。20億6300万フランの費用となった計画は主にフランスが資金調達をして計画の運用の中心を担った。これは参加国間の情報共有などの問題に起因するミスを避けるためであり、フランスはロケット開発の予算の60%を保証し、 計画の120%を超えた余分を支払うとした。その代わりに、フランスの CNES がロケット建造計画の元受けとなり、多くのフランス企業が開発を担当した。1975年4月15日、欧州の2つの宇宙機関であったエルドと ESRO が合併し、ドイツ、ベルギー、デンマーク、フランス、英国、オランダ、アイルランド、イタリア、 スウェーデン、スイス、オーストリア、ノルウェー、フィンランドの欧州11カ国と非欧州会員のカナダからなる欧州宇宙機関が結成された。加盟国は共同計画への資金供給に一定の金額を支出することを約束し、その他の特定の計画の資金も調達することができるようになった。新しい欧州共同ロケットを管理、運用するために1 9八十年に アリアンスペース社も設立された。立ち上げ時のアリアン計画の目的は、米ソの技術とは無関係で、欧州機関や各国政府の衛星を毎年1から2個打ち上げることであり、商業向けには計画されていなかった。しかし、1968年に観光したギアナ宇宙基地の発射台は、赤道に近く商業向けに見込まれる。 静止軌道への衛星投入能力を向上させることができるため、後に重要な役割を果たすこととなる。アリアン21号は高さ43メートル、重量210トン、水力240トンで、静止衛星に7 0 0キログラムの衛星を投入できる能力があった。最初の打ち上げ試験は1979年12月15日に行われたものの圧力センサの問題で、 エンジンが停止して打ち上げられずに終わり、再打ち上げは12月23日に行われるはずだったが、ブートシークエンスに問題があったために中止、その後問題が解消され、12月24日に打ち上げられることが決定した。アリアン1の1号機は1979年12月24日17時14分38秒に打ち上げられ、初打ち上げは成功理に終了した。 アリアン1は1979年12月24日に打ち上げが開始され、11機の打ち9機で打ち上げに成功。改良が行われたアリアン2、3、4も同様に成功を続け、宇宙経済の主軸として欧州で利用が図られ、商業衛星市場の50%を獲得した。完全新型となるアリアン5の開発前、欧州とフランスには欧州版。 スペースシャトルとも言えるエルメスの計画も存在したが、より低予算であることから、新型のバルカンエンジンを搭載したアリアン5の開発が決定され、420億フランの予算がアリアン5に投入され、開発が行われた。アリアン5は全長52メートル、重量718トン、水力は1000トンとなっており、1号機は打ち上げの37秒後に爆発し、打ち上げに、 失敗、二号機も部分的打ち上げ失敗となったが、それ以降、アリアン5は多数の発射を成功させており、成功率95%となっている。フランスの宇宙開発計画は5つのテーマをもって行っており、打ち上げ機と打ち上げインフラ、民間向けの地球観測、通信など民間への宇宙活動の応用、防衛、宇宙探査を進めている。 フランスの宇宙予算は2000年代初頭以来、前言傾向にあるものの欧州宇宙機関構成国の中では最大額である。2004年の予算は16.98億ユーロであり、その中で6億8500万ユーロは餌による監督下での計画の遂行にあてがわれる。欧州宇宙機関構成国の主要メンバーであり、 ロケットなどの開発は強力下にあるもののフランスが受け負うところが大きい。現在アリアン後のさらなる改良を行っており、アリアン6の開発が進行中である。弾道弾を搭載していたルル・ドゥタブル宇宙開発の契機は弾道ミサイル開発からであり、潜水艦搭載型の弾道ミサイルを重視している。1971年にはルル・ドゥタブルに搭載する。 M1 ミサイルの配備を開始しており、現在では、ルトリオンファン級原子力潜水艦に M51 が搭載され運用されている。陸上配備されているものでは、かつては、ハデスのような陸上発射型の短距離弾道弾も保有していたものの、核軍縮方針によって退役しており、現在は、航空機搭載型のアスンプが運用されている。ミサイル防衛では、 アスターなどを開発している。偵察衛星には画像偵察にプレイアイです。情報傍受にエリーザが存在する。欧州宇宙機関に参加しており、そのロケット開発の中心を担っている。また、EU 経済圏の衛星打ち上げの多くはアリアンスペースで行われている。欧州で有名な宇宙開発企業の多くがフランスに席を置いており、それらの企業に 欧州うちの人材も参画している。EA、推進装置、エンギンフォンクシャンなんと会える、オキシジェンリクワイドイアイル、エーテルデペトロル、液体酸素石油エーテル推進エンジンハットコミテで、ラシェールシェイスパシアル、ハットエチュードバラスティックスデベース、プアーズプレッソハット、ランサーデスサンイージェネレーションでサブスティトゥーション、第三世代ロケットの置換。ありがとうございます。